とね欲しいんよね。これあ5回メガエスラン、これでね去年出たんよ。2倍、2倍って言っても 5%、 あんまりね変わらない。 A ランク以上でもない、2倍なのに A ランク以上ではないってどういうこと。おいおい頼む、お願い。いやもうその顔はらおおえよろしくお願いね。はい、こんにちは、こんばんは、しあたけです。今回はですね、まあ、違うね、動画をね、今日出そうかなと思ったんですけど、なんともですね、もう本当に、最近マジでなんか金曜更新多くないですか。毎年毎年、なんか大体土日じゃなくて、月曜更新でね、まあ、ランキングイベント来るんですけれども、まあ、その日程になってるからかわからないんですけど、金曜更新ガチャ引かせた後にまたガチャ引かせる。さすがに鬼畜すぎるでしょう。ということでお知らせを見ていきます。藤川ショータイム。お知らせの方に来まして、ただいまの現在時刻が5月29日金曜なんですけれども、なんともこのガチャが来ました。5回目、自チーム選手確定、A ランク以上確定スカウトを開催中。購入3回目、7回目、10回目、A ランク以上確定、自チーム確定スカウトと。いや、このタイミング、前も来てたような気がするんやけれども、ということでね、まあ、このガチャを引いていくんですけれども、サムネのね、タイトルにあるんですけれども、このガチャを引くべきなのか、まあ、どういった人はね、引いた方がいいのか、もうそれかですね、まあ、これをスルーするべきなのか、説明していこうかなと思います。まずはですね、12球団構成にしている人は、完全にスルー。まあ、こちらね、サムネになるんですけれども、やはりですね、エキサイティングプレイヤーが来るということで、まあ、必ずね、そっち、60連確定で必ずお好きな選手を 100% ゲットしてください。続きまして、私みたいに純正をやってる人はこれは必ず引いてほしいかなと。まあ、このですね、自チーム確定スカウトなんですけども、3回目、7回目、10回目、A ランク以上の自チーム確定。やっぱりね、純正にとって、この自チーム確定っていう条件はめちゃめちゃいいと。まあ、去年はですね、去年じゃなくて、一昨日じゃなくて、1ヶ月前じゃなくて、1週間前ですね、福袋を着て、まあ、30連目で自チーム確定と、まあ、それを引きまして、やはりなんといってもね、このパワーワードすぎる純正にとっては、自チーム確定。で、3つ目なんですけど、まあ、重課金者は、まず必ず全部引いてくださいと。4つ目なんですけれども、美課金者で余裕があれば A ランク以上は引いてもいいのかなと。今ですね、 A ランクの選手がね揃ってきておりまして、まあ、TS 第一なんで言えば福留さん、能見さん、あとはですね誰がおったかな、まあ、それらしかねちょっと思いつかないんですけども、それらの A ランクを狙って、まあ、引くのもありっちゃあり。はい、ということで、まあ、選手画面の方に行きまして、セーブからね、今狙うべき A ランクちょっとパッパってね、まあ、紹介していこうかなと。まあ、保守もね、追加されて、抑えも追加されました。森さん、増田さん、中村さん、山川さん、ニールさん、殿崎さん。まあ、結構ね、セーブ多いかなと。続きまして、ソフトバンクの狙うべき選手としては、森さん、松田さん、千賀さん、グラシアル選手。まあ、4名か。それだとセーブの方がいいね。楽天はですね、則本さん、松井さん、あとはですね、ブラッシュさん、浅村さん、岸さん、涌井さんと。楽天も結構狙い目の選手は多い。続きまして、ロッテ行くんですけど、ロッテはですね、松永さん、石川さん、井上さん、レアードさん、増田さん、これらの選手を狙ってくださいと。日ハム行くんです。日ハム結構多いな、当たりの選手。上沢さん、秋吉さん、中田さん、近藤さん、有原さん、太田さん、金子さん。いや、日ハムやっぱ多いね。S ランクでもね、結構ミキサーでも狙うべき株は上がってるんで、いいね、日ハム。オリックス行きましょう。オリックス、山岡さん追加されたということで、山岡さん狙う人は多いんかな。山岡さん、吉田さん、山本さん。巨人行きます。巨人の A ランクちょっと少なくない？菅野さん、岡本さん、サンチェスさん、まあ、小林さん、保守ね、使ってる人は4人か。ベイスターズ行きました。ベイスターズも少なない？山崎、安崎投手、今永選手、宮崎さん、外さん、オースティンさん。5名か。我が阪神行くんです。阪神はですね、TS 中日取った人も、能見さん取った人も多いと思うんで、福留さん、能見さん、糸井さん、藤川さん、西さん、まあ、大山さんかなと。梅さんも。結構多いね。ボーアさんも。広島なんです。広島、相澤さん、大瀬良さん、鈴木さん、菊池さん、ジョンソン投手、5名か。中日は柳さん、ビシエドさん、平田さん、大野さん、4名。ラストヤクルト。ヤクルトも厳しいね。まあ、狙うべき選手としては、もう山田さん、小川さん、村上さん。ヤクルトほんまに今年厳しい。
はい、ということでね、ガチャ引いていこうかな。純正はね、まあ、ぜひとも引いてほしいね、お一人様10回限り。これ1回ね、マルテさんが当たったんで、まあ、5回目と10回目 S ランク確率2倍。うん、A ランク以上ではない。ということで、レッツラゴー。3回目と4回目と、3回目と7回目と、10回目が A ランク以上確定ということで、いきましょう。とりあえずね、最初だけ演出は見させてください。スキップ。高橋ハルト選手。今ね、A ランクのね、青柳選手が欲しいわけよ。純正ほんまにこれ引いていいと思うよね、マルテさん。 S ランク前当たったのが、1年前です。1年前から S ランク当たっておりません。ピッチャー調子くん、いきましょう。スキップ。おー、マルテさん。いや、なんか演出ないと、そうやね。あ、3回目ね。ここはね、ちょっと全部見ていきましょう。3回目 A ランク以上。 A ランク以上か。お、調子くん、レッツゴー。え、これ調子くんレッツゴーは関係なかったんやったっけ。A ランク、お、いいですね。おい、ちょっと今、間があった、間。調子くんレッツゴーは S ランクに関係ないの、これ。お、飛んだよ。ニッコリ笑ってよ。笑わんのかい。あ、ボーア選手、いいよいいよ。覚醒来てほしいな、ボーア選手。いや、今年のね、覚醒、ほぼ純正の人、覚醒の選手ばっかじゃないの。これは、B ランク以上か。銀は銀以上か。じゃ、B 以上か。よし君、レッツゴー。スキップ。おー、高橋さんよく出るね。いや、高橋さんの S ランクいつ出るの？ちょっとね、欲しいんよね。これ、あ、5回目が S ランク。これでね、去年出たんよ。2倍。2倍って言っても 5%。あんまりね、変わらない。A ランク以上でもない。2倍なのに A ランク以上ではないって、どういうこと？はい。いい、頼む、お願い。いや、もうその顔はらおー、やったやったやった。え、マジかよ。 S ランク前当たったのが、1年前です。 S ランク前当たったのが、1年前です。2倍って言っても 5%。 あんまりね、変わらない。2倍って言っても 5%。 あんまりね、変わらない。2倍って言っても 5%。 あんまりね、変わらない。 A ランク以上でもない。2倍なのに A ランク以上ではないって、どういうこと。はい、おい、頼む、お願い。いや、もうその顔はらおー、嘘マジで。一番欲しかった人、マジか。おう、ちょっとさ、ああ、行った、嘘。あれ、え、何これ。どういう、演出なかったよね。前もね、ここの 5回目で来たわけよ。え、ちょ、待って。ああ、行っちゃった、マジで。行っちゃったよ。一番今欲しかった選手。伊藤一さん、あ、ま、言葉出ない。あー、で、マジか。糸井さんが出ちゃったか。いや、これね、2800の今使ってるわけですよ。これでかい。2800や3400なんで、え、なんぼや、計算できない。え、なんぼ800か。えぐ。あー、ちょっと待って、これどうしよう、どうしよう。ちょっとね、バッティングトラベラー用に一応残しておきたいんですけれども、でもここまで引いたんよね。いやー、マジか。まあ、ここまで最後まで引くか。あー、びっくりした、マジで。最後まで引くか。ちょっと7回目まで一応引きます。おー、マジか。あー、5回目で出ちゃう。で、毎回あそこで出るんよね。びっくりした。てか、やっぱ演出関係ないんかな。ちょ、A ランク以上。ここはね、ちょっと取りに行きたいなと。一番欲しい。鈴木さんが。ちょっと心臓バクバクしてる。あ、やばいやばい。おー。言葉が。頭真っ白なんよね。頭真っ白。真っ白。よいしょ、A ランク。おう、藤川さん。あ、これは嬉しい。これは嬉しい、藤川さん。まあ、最後まで行くか、ちょっと。最後に行きます。
これは A ランク以上。スキップ、青柳さん。行きましょう、行きましょう。9回目。ラストも一応 S ランク確定と。青柳さん。青柳さんの A ランク欲しかった。A ランク以上確定の S ランク確率2倍ということで。いや、どうなんやろ。エース関係ないよね、もう。関係ない、関係ない。お、強打者失礼。でもなんかエース関係ない。まあ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 。そうやね。でもちょっと、これ S ランク出るんじゃない？さっきみたいななんか間があったんよ。緑になるんやけども、ちょっと緑、ならない。ああ、じゃあ、のみさん、ありがとうございます。のみさん、ありがとうございます。いやー、マジか。ちょっと映像見たれたんで、もう一回ね、撮影しておりまして、リゴーダ来るんですけど、この糸井さん、2800と、いや、マジか。いや、総力型なんで、これからミート型になると、僕ですね、ちょっと育成したの、いや、マジで、出るんや。びっくりする、ほんまに。そうでしょ。前も5回目やったよね。実は紙ガチャやったりする？はい、ということでね、いやー、ぜひとも奇跡を、見てすごかったなと思う方は、チャンネル登録、高評価、通知オン、ベルマークボタンを押してもらってね、通知必ず押してください。ということで、今回は以上。